オウムのセルの試作品というふうに呼ばれてます。で、これがバラバラのパーツですね。で、一つ一つが、こう、わかりますかこう、あの、塗ったセルを切り抜いてるわけですね。で、こうやってバラバラのパーツ状にしてるんです。で、このセルは、こう、裏から、直に書いてます。これだから、ここに見える絵っていうのは、裏から、 まあ、表側がこういううになるんだろうなというふうに想像しながら塗るわけですね。なかなかの職人仕事です。で、こうやって塗ったものを一つ一つパーツを切り出して、バラバラにして合わせて、オームの形にするわけですね。では、具体的な動きを見せましょう。これがですね、オームが襲ってくるシーンで使われたですね、実物のセルです。 えー、大丈夫ですね。カメラ反射してないですね。で、この下の、えー、この黒い部分が、えー、引っ張ると、中のですね、この一つ一つの、おっと、ごめんなさい。一つ一つの切り出したパーツがですね、別々に動くんですね。えー、では、口で説明するように一回やってみます。大丈夫ですね。えー、上、上の方ご注目ください。こうなるわけです。ね。ナウシカの動きになってるでしょ。 で、これをですね、撮影の時に本当にやって撮るからですね、オウムがまるで生きてるように見えるわけですね。はい。で、一番大きいものを、えー、ちょっとご紹介します。でかいです。<laughs> はい。えー、これが最大サイズですね。えー、オウムが横向きに移動するシーンです。えー、はい。では、引っ張ります。こういうふうになってるわけですね。 わかりますかこれでそのナウシカっていうのをアニメを作ったわけです。で、この下にはですね、すごい細かいゲージと呼ばれるですね、えー、この今のセルの位置がどの辺にあるのかっていうですね、線が引いてあって、こいつを何ミリ引っ張ればどういうふうに動くのかっていうのがちょっとわかるようになってます。で今ちょっとあの、ガタガタ動いてるのは、これ本来水平にして、 あの、撮影する。真上から撮影するものなので、垂直にするものじゃないので、ちょっと今、がたってますけども、えー、水平にすると、こういうふうにスムーズに動くようになります。えー、後ろにですね、あの、茶色いこう仕切りあの、目隠し板をつけてますけども、取ればセルですから透明です。当然、こういうふうになってるわけですね。はいはい。わかりますね。で、まあ、もう一回つけますね。補助のために。で、 こういうふうになってて、あの、ゴムマルチ、密着マルチを、まあ、ゴムでやるという仕掛けなので、こういうふうに動くんですけども、これ、どのようにしてですね、えー、なってるのかっていうと、よいしょ。もう本当にね、扱うのが怖いんですよね。これでわかりますかえー、これ、あの、セルの裏側です。で、この部分にあるのが、この白い四角い、あの、小さいやつがガイドです。 で、こう、まっすぐなやつがレールですね。で、両方ともこれあの、まあ、紙かなんかで作ってある、厚紙かなんかで作ってあって、この紙のガイドの間をレールが滑るわけですね。で、ここにある白い、この板状の部分が、これがあのゴムなんですね。で、えー、動かしますね。丸ゴムマルチを。こういうふうにですね、あ、ちょっとずれちゃった。<laughs> すぐずれるんですけども、えー、こういうふうに動くわけです。 うまくできてますよね。だから、あの、それぞれのセルが繋がってる部分っていうのは、ここの部分だけで、ここであの、ゴムでついてるだけでですね、実際はこのレールのガイドの上をですね、レールが滑っていくことでできているわけです。ああ、これであの、お分かりでしょうか、えー。じゃあちょっと裏返しますね。こんな風になってるわけですね。えー、まあまあまあ、撮影はね、まあこれを実際はもう,もう本当に手で少しずつ引っ張って、 まあ、ああの、アニメーションの撮影ですからですね、特撮的にその場でよいしょって見せるのではなくてですね、あの、実際はこれをですね、えぇ、ー、ワンカット撮影するたびにですね、ほんのちょっと引っ張る。それも、あの、ま、あやっぱそれはガイドの方にですね、何ミリという零点なんだろうな、五ミリぐらいかな、ごとのゲージがついてて、で、それを引っ張ったりするわけです。